ウフテは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州の任意武力、ベーザー軍に属すフレッケンである。ウフテは、デュンマー自然公園とシュタインフーダーベア、自然公園の間のグローセスモーア沿いに位置する。ズーリンゲンとミンデンとのほぼ中間にあたり、ノルトベストファーレン州との宗教領域に近い。この町は、ディーペナウ、ウフテ、ラテストルフ、 バルムゼンで構成するザムトゲマインデウフテの行政本部所在地である。ダルーラーテン、ヘイフェン、ホイジングハウゼン、ローホーフ、ボルトリングハウゼンといった集落がこの町に属す。ホーヤ博は1259年に民伝子協領との国境の城としてウフテを建設した。1582年のホーヤ博断絶後、この管理区域はヘッセンカッセル砲博領となった。 1814年のウィーン会議で、ウフテ管区は、ハノーファー王国に編入された。近年、ウフテ湿地でのデータン採掘の際に発見された2650年、前の死体、ウフテ湿地の少女で知られている。ウフテの町議会は18議席からなる。2006年から、ウルリヒ・フィンツェが町長を務めている。キューラーデン駅。現在は、保存鉄道が発着するだけである。 この町は、連邦道 B61 号線及び B441 号線沿いに一致している。下記には、旧ラーデン、ニンブルク線のラーデンまでの区間を、保存列車が運行されている。ありがとうございます。